名村神社は、滋賀県加茂郡竜王町にある神社。縁起式神明町に朝寸神社として列座された格式高い式内社。旧社格は、県社。金郷の33家村にわたって、宇治公有する僧者。詳しい僧史は不詳であるが、社殿によれば、水人天皇の時代に、ソレイ信仰により始まった神社とされる。東名村古墳群の地に、 地名のナボーラと同音の長寸と呼ばれる社、現在の東本殿が建立された。平安時代、縁起式新名帳に記載されて式内社に列せられる。安奈2年3月28日、山と国吉や金富山の国狭ず地命の御神霊が新域の西方に鎮座し、この際、新たな社殿が造営された。この社はこれまでの本殿に対し西本殿と呼ばれる。 広人元年正月、朝廷に角松用の松苗を献上して、以来、年々の吉礼となったことから、五一条天皇から、名村の称号を賜り、名村と呼ぶようになった。天文五年三月二日、五奈良天皇から、正一位の死にを授かる。同年四月九日には、直至中見角総富士、山品と継により、新意跡が奉納される。 ついで同年5月9日、小一位名村大明神の直学を貸しされる。天正年間には、織田信長が馬倉一具、立ち七振りを寄進している。1881年号社に、1920年に、県社に昇格している。毎年4月20日に行われる古式ゆかし大祭り。9つの宮座から、新芽渡御があり、法能神寺の後新芽十頭と、 三越三期が行列し、旅章まで渡揚する。毎年5月5日に行われる子供の成長を祝う大祭り。子供三越の奉納と、新名十頭が古式ゆかしい格好で賛同をかける勇壮なやぶさめが行われ終日多くの人で賑わう。かつて毎年9月5日に、宇じ子三十三家村列座の大祭が行われていた。 慶長4年から33年に一度行われる。2014年は14回目とされる。郵便番号520-2524滋賀県、加茂郡龍王町大和彩戸四百467番地、普通車20台、大型車5台。ありがとうございます。